ああ、更衣室とイベント会場を離れすぎ。会社がある町でコスプレイベントに参加だなんて軽率だったかな。まあでもこの人通りだし、会社とは方角反対だし、休日だし、まさか誰かに会うなんて。あれ、早川さん。休日に会うなんて奇遇だね。何してるの。早川千夏、22歳、会社員、入社1年目。うちの会社の上司にオタ活がバレました。何してるの、早川さん。人違いです。私は早川などではありません、主任。いや、主任って言ってるし。まさかとは思っていたけど、よりによって主任とかガチ一般人の代表みたいな相手に出会うなんて。うん、コスプレ会場、なるほど。早川さん。はい。そういう服ってどこで買うの。私は自分で作ってますね。へえ。終わった。あー、もうダメだ。社会人になってまで何してんだ、決めって絶対思われてるわ。いやー、でも早川さん。来る、オタクの聞きたくない言葉が。あー、聞きたくない、主任からキモいなんて言葉聞きたくない。早川さん、かっこいいね。かっこいい。うん、すごくかっこいい。生き様。僕無趣味だから、早川さんみたいに何かができる人は尊敬するし、かっこいいと思うよ。あー、でもその格好は可愛いかな。なんで素で可愛いとか言えるんだ、この人。ん、どうしたの。いえ、ありがとうございます、主任。このことはどうかご内密に。え、他の人に言っちゃダメなの。お願いします。こんなすごいことなのに。すごいかどうかは人によるんで、とにかくとりあえずは二人だけの秘密ってことでお願いします。かわいい。なんで二度目を言ったんですか。なんでって、一回目のかわいいは服装とか見た目の話で、2回目の可愛いは早川さん自身に対してだよ。解説しなくていいですから。聞いてない、私は聞いてない。だって早川さんが可愛いのは事実。だから私は何も聞いてない。今度のコミケ用の原稿、締め切りが近いのに集中できねえ。まさかよりによって会社の上司にコスプレがバレるなんて。口止めしておいたし、主任もさすがに黙ってくれるだろうけど。記憶を消し去るツボとかないかな。私はどこ、君は何。なんでこんなことに。明日からの会社、気が重い。